おいちゃんの件視聴者うるさいからまとめ見て総括してやってよ。え、うるさくないだろ。おいちゃんはもう、沈下しただろ。もう、悟りを開いて、なあ、大江の京を開いてさ、終わったろ、もいいんだよ、もう。あれだろ？多分、ここでさ、本当にあれでムカついた。俺は全くムカついてないし、むしろ笑ってたんだけど、本当にここにもさ、俺ちゃんの件でムカついたとかっていう人いるかもしんないけど、もう、あれだろ？まあ、あれ、俺もどうかしてたって思ってたろ。じゃ、ぶっちゃけ言ってみ？なんかあの時俺もどうかしてたなって。あるだろ？多分。そう、なんか確かあの時なんか流されてたな、みたいな。多分。そう。だからあれも不思議なんだよね。いいんだよ、どうでもよくて。本当に。俺ずっと言ってるじゃん。人のさ、浮気だのなんか色恋沙汰のってさ、どうでもいいんだよな。むしろあれでクッソ笑ったって人は、まあ、俺の中で勝ち組だな。ほんと。よかったわ。ほんと、鬱にもきっとならないし、人生豊かだと思うわ。ほんと、あれで笑われてた人は、マジで 豊かだと思う、ほんと。マジでよかったと思う。ダサいやつだよ、おいちゃん。なんか、それも面白いじゃん。だから、それで、あいつ、本当にダセえわ。なんか、じゃなくて、なんかあいつ、おい、なんかあいつ、なんか、悲しんでんな、クソウケるわ、みたいなさ、そっちの方が俺、いいと思うんだけどな。なんか、わかんねえけど、ギャーって、あいつなんか、坊主にしてるぞ、みたいな。あれ、クソ笑っちまった。あれ、マジで、クソ笑っちまったもん、あれ。本当に。なんかさ、マジな顔してさ、違うってさ、マジな顔して、坊主にしてるから、笑っちまった、本当に。俺なんか、本当に笑っちまった、あれ。笑っちまった、あれ本当に、ありがとうと思ったもん。本当に。おえちゃん、本当に笑顔にしてくれてありがとうっつって。本当に俺ありがとうと思った。ね。本当にね、前言ったじゃん、一週間後にはもうさ、って俺言ったけど、ね、一ヶ月後、二ヶ月後、一年後にはね、むしろね、褒めたたられてるよ。本当。潔いわ、あんだけ、しっかりさ、向き合って。この手何？最近ね、好きなのこういう、ちょっと、二重のマヤちゃんみたいな動きが、この。これ好きだな、ちょっと。失礼。配信じゃなくて、底辺がギャルダムの動画で、まあまあそうかも、まあまあ底辺がっていうのはちょっと言い過ぎかもしんないけど、まあまあそんなとこあるかもしんないな。確かに。そんでいい。そんでいいよ。そんでいいと思うよ。そんでいいと思う。どっちかっていうと、まあちょっとやっぱ心配したのが、本当に申し訳ないけど、まあ、これ、打足さんとかも言ったかもしれないけど、もう本当に救われました。絶対あなたにこれからもついてきますっていう、なんかこの、ちょっと信仰しちゃう？で、ちょっとその言葉も悪いんだけど、勝手に信仰しちゃってる方の方がちょっと心配な感じもするね。そう。で、多分、そういう方たちが、ごめんね。話を掘り下げて。おえちゃんとかをやっぱ叩いちゃってんじゃねえかなって思うんだよな。そう。もう本当に反転すんだよ。間がねえんだ。そう。まあ、でも、俺は、ね、悪いとは言わない。そう、悪いとは言えないんだけど。悪いとは言えないんだけど、ただ、みんなもさ、残りあと60年、70年ぐらいきっとあるでしょ？人生が。で、その中にさ、配信者っていう存在がさ、じゃあどんくらい、重要になってるかっていうと、本当一瞬だと思うんだよね。マジで一瞬だと思あと、本当に一瞬ぐらいだと思うから、だから俺ずっと言ってんじゃん。配信は流れで見てくださいねって。自分の時間を大事にして、余裕がある時とかにね、なんか配信見れるといいですねって。
私は感じます。はい。